レッドイーグルス北海道の主戦ゴーリー、成沢優太は、今シーズンはまだ心からの満足感を得られていない。アジアリーグは11月24日の時点で3位。なんというのか、まだ、乗り切れていない、野田。8月末から五輪最終予選がありましたが、シュートやパスのスピードがアジアリーグと世界レベルとでは違うんです。武器は速い相手に合わせてしまうので、 最初はどうしても戸惑ってしまった。成沢も、そして福富士豊か、栃木日光アイスバックス武器も、五輪予選が終わってリーグ開幕まで間がないと、こうも調子を落としてしまうものなのか。これも、ゴーリーとしての難しさだろう。レッドイーグルスはここまで、開始5分の失点が多かった。O ゾーンの奥にパックを動かす。D ゾーンも、レシーバーが、 しっかり飛び出してからパスを送る。それと p p も入っていない11月24日現在リーグ4位の225%。チームは危機感を持ってやっています。成沢が心から笑える日までにはもう少し時間がかかりそうだ。